熊と衝突した乗用車です。右の前方部分が大きく壊れ、車体には熊のものとみられる黒い毛も挟まっています。午前0時15分ごろ、苫小牧方向に走行していた乗用車が道路を右から横断してきた熊と衝突しました。運転していた20代の女性が顔に怪我をしました。同乗していた別の女性に怪我はありません。餌がないからどんぐりとか全然もないでしょ。だからね、そういうやつ持ってね、餌探しにね、焼き出す中間地だけするから。熊は体長2メートルほどで、事故の後姿が見えなくなったということです。